世界卓球団体戦、テレビ東京系 &BS テレ東で連日放送が4日、中国、成都で行われ、女子グループリーグ、GL、最終戦に臨んだ世界ランク2位の日本は、同52位ウズベキスタンに3対0で勝利。予選の4試合すべてでストレート勝ちを収め、GL 首位突破を果たした。3大会連続銀メダルから51年ぶりの金メダルを目指す日本にとって、GL で強烈なインパクトを放ったのが20歳、長崎美柚。3試合に出場し、すべてストレート勝ちを飾った。ライバル中国メディアからも警戒が強まっている。かわいい、と世界卓球で話題日本の新ヒロイン、長崎美柚が腕を超、伸ばした女子3人組の自撮りショット。中国、成都で成長著しい20歳が躍動している。長崎は初戦のスロバキア戦で勝利がかかる第3試合に登場。フクルコバーを相手に、自慢の強打で終始攻め立て、この試合の日本で唯一1ゲームも落とすことなく圧勝した。世界卓球デビューで勢いに乗ると、第2戦のポーランド戦も3番手でストレート勝ち。温存された第3戦のハンガリー戦を挟み、第4戦のウズベキスタン戦でも今大会最年少13歳のエルケバエワを寄せ付けることなく、またも完封した。これまで日本を背負ってきた伊藤美誠、早田ひなの W エースと共に一躍、注目度は急上昇。団体戦2018年大会でも代表に選出されながら、出番はなし。4年前から立場は一変し、第一戦の試合後には、すごく贅沢をさせてもらっていると思っています。日本のトップ選手と一緒に団体戦を組めて、自分が試合を締めたのが幸せ、と初々しく語っていた。しかし、その存在感に優勝候補本命の地元、中国の専門メディアが早くも警戒している。中国の専門メディア、卓球ネットは石川佳純、平野美宇が不在ながら、日本を中国に次ぐ2番手と分析しており、初戦の後に掲載した記事では長崎に注目。この若手はこれまで秀麗、伊藤美誠に勝利したことがあり、女子ダブルスでは木原美優と組んで世界ランキング1位を保持する。つまり、実力は他の選手と同様、決して凡庸ではない、と記し、試合内容も、驚くほどの勢いを見せた、大差で相手を叩きのめした、などと評したほどだ。2019年には9月のアジアジュニアで日本人初優勝を飾り、中国人選手の連覇を21でストップ。11月には、世界ジュニアで日本人初制覇した。12月、木原美優、美優とペアを組んだ ITTF ワールドツアーグランドファイナル準決勝で世界卓球女王の中国ペアから大金星。そのまま大会を制し、年間女王に輝くと、W 美優として一躍脚光を浴びた。今大会のネット上では、その強さとスター性に注目する声も多く、長崎の名前は一気にお茶の間にも知れ渡った。決勝トーナメントでは、重要な場面で起用される可能性も十分。3大会連続銀メダルから51年ぶりの金メダルを目指す日本にとって、大きな収穫となっている。試合後のミックスゾーンでチームメイトと自撮りを楽しむなど自然体。しかし、勝負になると別だ。明日から対戦相手がすごく強くなるので、自分のギアを上げて、相手に向かっていく気持ちで。気持ちでは絶対負けないように、しっかり準備して金メダルを目指して頑張ります、と意気込んだ。